みんな最初から無理だって決めつけてやんないんだよ。結局やんなかったら何も変わんないかな。あ、そうだ、もうすぐ本出るよ、新しいの。多分これ表紙はまだ変わるよ。生活コストをまずは上げない、そして生活コストを自力で稼げるようになってから独立するってイメージかな。箱スカはさ、綺麗に仕上がってるじゃん。はい、もうこれ以上ないくらい新車に近い感じで仕上がってて、本の方は今もう先行で予約の方受け付けてるんで、脱サラする前にランニングコストを目いっぱい下げるっていうところと、現状のランニングコスト、もしくはまあ目いっぱい落とした時のランニングコストを、もし FX で脱サラしたいんだったら、お疲れ様です。おっす、終わったね。終わりましたね。終わったけどまた次。終わったけど次。はい、はい、でもこれは気に入ってるんでしょ、ランクルは。これかっこいいっすよね。うん、いいと思う。後部座席ちょっと狭いっすけどね、うん、ランクルってそもそもそうなんですか。ランクルは一応ね、これ7人乗りかな、シート出てくるのこの下に。あ、そうなんだ。うん、そう。あ、なんかほら、ランクルの選択肢はありだと思うよ。いい、うん、急にこの話をしてるのがなんでかというと、うん、1個前のね、フェラーリを手放すっていう動画で車を買うっていう、ユン君は車を買うっていうことで何を買うんでしょうか。洗車もしたし片付けていきます。はい、片付けます。最近翔さん琵琶湖めちゃくちゃ行ったり横浜行ったり。そうだね、琵琶湖多いね。買い物のシーズンなので、うん、バイク買って、うん、クルーザー買って、まあ40だからさ、うん、もうちょっと攻めようかなと。40になってなんか変わりました、勢いとか。勢い、もともとね40くらいまでにさ資産形成してもう働くのやめちゃおうって思ってたけど、まだまだお金は稼ぎたいわけでありまして、もう少しね頑張ろうかなと。で今新しいプロジェクトも進んでるし。すごいっすよね、なんか最近行動力が、遊ぶ行動力もそうだしそうだね、稼ぐ行動力もそうだ、両方だね。いや結局さ思ったんだけど、去年くらいかな、一時貪欲さがなくなってたじゃん、うん、でそれってやっぱり欲しいものがさなくなってたりさ、現状維持でいいやみたいな感じになってたから、そんな状態だったんだけど、それじゃダメだと。ってことは今年なんか欲しいものができたから、うん、こうやって今行動力が、うん、そうそうそう、そういうこと。欲しいものっていうのは1個じゃないってことですか。いっぱいあるよ、バイクも欲しいし新しいガレージも建てたいし、車もねまだまだ欲しいのあるし、あとほら働かなくてもお金が入ってくるものが、あ、仕組みというか、そうそうそう。で考えると収益の上がる不動産をさたくさん持っておきたいっていうのもあるし、でもやっぱそうやって不動産を持つとそれはリスクにもつながるから、そのリスクヘッジとして現預金とかさ他の資産とかさ流動性の高いね資産も必要になってくるしっていう感じで、まだまだ稼ぎます。今年入ってまだ2ヶ月しか経ってないですけど、うん、素晴らしい行動力というか、ちゃんとね意見とかの戻しもしてくれますし、あとケツ叩いてくる人がいるからさ、なんか負けれないじゃん40代って大体もう落ち着くじゃないですか、うん、もう年齢がとかね、うん、もう若くないからっていう感じでね、まあ、そうなってくるよね。まあ落ち着いてるけどね性格的に、まあ、まあそうですね。スピード感っていうのは落ちました、実際に。いやスピード感は落ちないかな。でも大前提としてさ、遊ぶ時間とか自由な時間は犠牲にしたくないから、それを確保しつつあんまりね仕事モードになりすぎないように今頑張ってます。結構さ僕の中でそこが重要でさ、やっぱりやりたいことがあって、そのやりたいことが事業の拡大でさ、どんどんこう事業拡大してってる人もいるけど、その中でさインフラ整備でさ会社を大きくして従業員もたくさん雇ってってやると、背負うものがどんどんできてきて、お金はたくさんあるけど従業員の目が気になったり、あと時間的な問題もあったり、あとクライアントの目が気になったりで自由に遊べない人ってたくさんいるじゃん。で僕はそうはなりたくないから、そこを守りつつちゃんとね資産形成していくっていう感じかな。翔さんだったら興味湧いたものは徹底的にやるじゃないですかそうそう、ほとんどの人たちがね、うん、結局行動に移せない人たちってめっちゃ多いと思うんですよ、うん、例えばあれが欲しいでも無理だから買わないとか我慢すると、うんうん、そういう人たちでは結局才能がないってことなんですか。いや行動しないだけじゃない、
才能もだしスキルとかもさ、やっぱりやんなきゃ身につかないじゃん。みんな最初から無理だって決めつけてやんないんだよ。その現状維持を、優先しちゃうんだけど、結局やんなかったら何も変わんないかな。すごいっすね、40になってもその行動力は。現状維持って言っても結局ネガティブなことから考えちゃうじゃないですか。そうそうそう、私には無理とかね、うまくいくか不安みたいな感じでね、一歩踏み出すことできないと思うんですけど、翔さんは最初そういう感じじゃなかったんですか？じゃあ最初怖かったよ、サラリーマンの時は。だって家庭もあるし家のローンもあるし怖いでしょ。でもよくそっからそういう環境があったんですか？それで抜け出せるようになった環境が。環境があったわけじゃなくて、サラリーマンでいることに限界を感じたんだよね。楽しいって言ってたじゃないですか。まあ楽しかったんだけど、欲しいものもあってやりたいこともあって、でももうそこにいる以上絶対に現実にするのは不可能でさ、守るものがあって現状維持してたけど、でもこのまま今の生活を守るためだけに働き続けるのがもう無理になっちゃって、だったらもう死んじゃった方がいいんじゃないくらい嫌だったんだよね。死ぬ気になったら何でもできるじゃんみんな、なんかそんな感じだね。で一応第二の人生を切り開いてみようかなと思って動き出した感じかな。その時はサラリーマンやりながら並行して翔さんの場合 FX ですけど、そうそうそう FX やってたって感じなんで、そこまで怖くはなかった。怖くはなかったね。でもやっぱさ、その脱サラは怖かったよ。辞めた時ですか？うん、やっぱ収入はさ、もうある程度安定はしてきてたけど、それでもやっぱさ、サラリーマンとしての収入毎月、まあ、50万ちょっとぐらいかな入ってきてたから、それを捨ててそっち一本でやっていけるのかっていう不安はあったね。翔さんだったらどのタイミングで辞めたんですか？僕はある程度収入が上がってきて、でも不安定だった。まだ今月は運100万行く時もあるし、うん、先月は全然行かなかった時もある。そう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 、そのタイミングとしてはいつが一番ベストなんですか？昔の自分を振り返ってみたら。ベストで言うと、FX の投資だけの収入だけじゃなくて他の収入も確保したタイミングがいいと思う。 FX になると時間ができればできるほどチャートを見ちゃって、見れば見るほどトレードをしてしまって、トレードすればするほど稼げるわけじゃないじゃん、労働と違ってさ。やりすぎたがゆえに資金を減らしてしまうっていうパターン全然ありえるから、だからそれは労働でもいいんだよ。自分でお店持っててもいいし、まあ、物販やったりしてもいいしさ、どんなビジネスでもいいから、ある程度その労働すれば稼げる、やればやるだけ稼げるようなビジネスをベースに持った上で FX でレバレッジをかけて増やしていくみたいな方が精神衛生上もいいから、そうなったフェーズで脱サラでいいと思うよ。そのサラリーマンの収入に変わるものができたタイミング。じゃあ FX だけに執着しすぎずって感じですかね、うんうん、こんな感じです。大体何倍ぐらいサラリーマンの月収？いや、サラリーマンの月収くらいでいいよ。自分の生活にかかるランニングコストを補えるくらい FX 以外で稼げるようになったら、それはもう時間を取った方がいいんじゃない？サラリーマンの労働収入を捨てて自分で独立した収入を確保して、そこでサラリーマンの収入を超えてくればもういいと思う。サラリーマンを辞めてアルバイターになりながらそういうのをやるっていうのは、うん、あんまりおすすめではないですか、うん、サラリーマンよりかアルバイトの方が時間の優遇は効くじゃないですか、うん、今の生活コストを補えるんだったらいいんじゃない、まあ、大事なのは何か動き出すタイミングで自分の生活コストを上げすぎていないっていうのが大事だと思うんだよ。でもやっぱサラリーマンやってるとさ、どうしてもサラリーマン収入のギリギリでさやりくりしちゃうじゃん。ちょっとこう給料が増えたら車に乗り換えてとかさ、うん、ランニングを上げちゃうから、そうなる前に行動するっていうのが結構大事かもね。じゃないと月10万で実家暮らしで、まあ、月10万あればさもう生きていけるっていう人と、月50万ないと生きていけないっていう人だとフットワークの軽さは全然変わってくるじゃん。いう意味でも、まあ、生活コストをまずは上げない、そして生活コストを自力で稼げるようになってから独立するってイメージかな。あとはもしその FX だけで生きていくっていうんだったら、半年先その FX の種銭以外に絶対に FX には使わない、手をつけないっていう生活コストを半年分くらいは蓄えが必要かな。だからまあ月30万くらいかかっちゃう人は最低でも200万くらい FX の資金と別に確保してしまえば挑戦はできると思う。僕はそんな感じで考えてやってたね。いろいろ考えてたんですね。そうだね、僕なんか常にさ、起こりうる最大のリスクっていうのを考慮した上で行動に移すようにしてるから、勢いでね行動に移してるように見えるけど、ちゃんと戦略的にやってるよそこは。さすがにだから、うん、あまりこけないんですね。
そうね、こけないね。こけたとしても生き残れるような準備はしてる、常に。脱サラ当初にやばいって思った時期ってあるんですか？最初にランニングを上げすぎてたっていうのがあるから、サラリーマン時代にね、やっぱ家建てて車も買ってさ、そう、ランニングコストがやっぱ佐川急便時代の給料をベースに組んでたから、そこは結構きつかったね。最低毎月そこは稼がなきゃいけないじゃん、うんうん、そこのプレッシャーがやっぱさあると勝てなくなっちゃうんだよ。 FX は特に感情的になりすぎてあったりとかして、うん、そうだって労働だったら感情的になっても働けば働くほど入ってくるわけじゃん。でもトレードの世界って全然違うからさ、ゼロサムだから脱サラするタイミングは、まずは脱サラする前にランニングコストを目いっぱい下げるっていうところと、現状のランニングコスト、もしくはまあ目いっぱい落とした時のランニングコストを、もし FX で脱サラしたいんだったら FX 以外で確実に稼げる何かしらの収益の柱を一本持つ。それは別にアルバイトでもいいよ。なるべくその FX をまあこれから頑張っていくっていうんだったら、脳みそは FX に使いたいじゃん。だからあんまり脳みそを使わなくていいようなアルバイトだったりとか、単純作業だったりとか、そんな感じかな。実際にまあ FX をやられてる方たちが多いんでね、うん、まあ、FX で例え話しますけど、うん、自分で稼ぐって翔さんからしたら難しいですか？うん、今の僕だったら簡単だね、うん、僕はやっぱ10代からさ会社勤めをしながらヤフオクで転売したりとかさ、あと漁業でさ、あの自分でね漁業権取ってカキ取ったりアワビ取ったりして売ったりしてたし、そこで人を雇ってさレバレッジをかけるっていう感覚も持ってたから割と簡単だなって思ってたのね。で僕が脱サラした当時とかだった転売でさ、ヤフオクとかメルカリで仕入れて売ってとかさ、背取り的なこともやってたし、そういうのでさサラリーマンの月給くらいは簡単に稼げたから、そこに難しさは感じなかったかな。急に FX で50万稼ぐ100万稼ぐではなくて、うんうん、まずは1円を稼ぐ感覚で、そうね、自分で1円を作るっていう感覚を、うん、その FX 以外で、そうですね、最初から夢見すぎちゃうから、そうですね、うん、最初は1円でも10円でも100円でもいいからやってみて、そこからなんかパターンを作った方がいい気がしますね。そんな感じです。結構コメントでも、うん、FX 以外にもね、なんか飲食店の悩みとか結構来ますから、うん、売上が上がらないとか、そういう悩みとか、まあ、あとは逆にね、その飲食店以外にも、うん、車屋さんの方たちだったりとか、いろんな方が見てるので、うん、飲食に関してはもう閉めちゃったから僕は助言はできません確かに、まあ、あの本腰入れてやれば全然プラスにできるものだと、まあ、翔さんが立ってね、うん、そうそうそう、488納車した時と F8 納車した時、うん、どっちの方が嬉しかったですか？どっちも嬉しかったけど、まあ、どっちも違う喜びだよね。488は初めて買ったフェラーリだし、 F8 はもう自分で一からさ作り上げた初めてのフェラーリだから、そういう意味ではどっちもかな。すごいですね、本当に想像したものを実現させるってすごいですね、うん、まあね、楽しいよね。でもだって最初から FX が得意だったわけでもなかったし、翔さん、実現した時の喜びっていうかね、誰かに学んだわけでもないじゃないですか。そうそうそう、 YouTube だから、全部 YouTube で、 YouTube、ブログ、本だね。あ、そうだ、もうすぐ本出るよ、新しいの。確かに角川さんから、それね、もうね、申し込み受付できるはず、ね、表紙もまだ完成ではないけどベースはできてた。 Amazon？ Amazon、 これ多分これ表紙はまだ変わるよ。今日送ったじゃん、あれ。はい、もらいました。あれ良かったっすよ。あれ内容なの、あれいいっしょ、結構あれめっちゃ良かったっすよ。質疑応答なってて、ちょっと先にね見させていただきましたが、うんうん、いやあれ内容ねかなりいいと思う。めちゃんこおもろかったっすよ、うん、やっぱ質疑応答だと入ってくるよね、うん、頭に。あそこでじゃあ一個気になったの聞いていいっすか？いいよ。翔さんの、まあ、トレードに関して、うん、いろいろ聞いてたんですけど、翔さん東京市場じゃないですか、うん、東京市場以外でも多分、まあ、ちょっと トレードする時とかあると思うんですけど、うん、そんな値動き変わるもんなんですか？違う。あとその癖をつかむって結構大事で、その市場ごとに癖があるんだよ、動きの、はいはい、あと通貨ペアごとにも癖があるし、これから FX 始めるっていう人はやっぱさ動きの激しい通貨ペアをさ選んじゃうじゃん、どうしても、うん、激しいから稼げるってわけじゃないんだよね。僕はあのドル円の東京市場が得意だけど、自分の得意な通貨ペア、自分の得意な市場の時間帯っていうのを見つけるっていうのは大事かも。
最初はさ、いろんなところでやろうとせずに、まずは得意なところだけでやる。まあ、得意なところを見つける前に自分なりのさ、トレードスタイルっていうのをある程度確立しなきゃいけないじゃん。そのためにはやっぱ FX の原理原則を知らなきゃいけない。どうやったら利益が出るのか、どうやったら逆に損するのかっていうその仕組みも知って、でそこからあの自分なりのその手法とかさ、トレードスタイルとかっていうのを見つけていく。それが機能する通貨ペア時間帯とかを見ていくようなイメージかな。それはだいたいどんぐらいのスパンで身につけていけばいい感じなんですか？まあそこまでだったら3ヶ月くらいじゃん。デモでやった方がいいよ。あ、最初からお金かけない方がいいよ。張さんだったらじゃあチャートパターンはその動きとかを見ながら、プラス YouTube とかブログとかを参考にしながらって感じなの、うん、そう参考っていうか、まず基礎を本で身につけるじゃん。その FX の用語だったりさ、ローソク足のさ特性だったりとかさ、あとそもそも FX が何なのかっていうところとかさ、っていうのは本でいいんだけど、そこからってさ、やっぱ本見てても、まあ、割となんかよく出回ってるようなさ、手法とか考え方とかさ、基礎的な部分しか出てないわけよ。僕当時だったらブログとかでね、個人の主観で発信してる内容、それもさ、嘘か本当かなんて、その FX の世界に絶対なんてものはないから、それが嘘か本当かなんかどうでもよくて、トレーダーの FX に対する見解とかを見ていって、そこから自分のライフスタイルとか性格とかに合ったもの、あと自分がこの人のやり方信じれるなっていうものを見つけて取り入れていく。実際やってみるの、チャートに落とし込んでやってみるんだよ。でそこで使えるものだけを残していくっていう感じかな、うん、FX の勉強において、インプットが大事なのかアウトプットが大事なのか。どっちも大事。より大事なの、インプットしながらアウトプットしていくって感じ。同時進行で。そうだね。アウトプットする方法はやっぱデモとかでトレードしてみたりとか、うん、そうそう。で僕の場合はトレードに落とし込むっていうアウトプットもそうだけど、ブログを書いてた、あとトレード日記を書いてた、そして動画を撮ってた。 YouTube、うん、最初別に YouTube アップしなかったんだよね、うん、自分が記録用にさ動画撮ってただけだから。それが今ではね。そう、それが今ではこのようにたくさんの方に見ていただいて、実際ねそれで結果出してる人もたくさんいるから、そこは嬉しいとこだよね。確かにそうですね、うん、やっぱそういう声もらうと嬉しいもんな。本は本当良かったっすよ。本いいでしょ。分かりやすかったっす。あれ分けられててうまく。どう、なんか服と綺麗ならん？ちょっとほこりかぶってたからさ。おお、綺麗になりましたね、フロントガラスね。いいじゃないですか。久々にエンジンかけて屋根開けようかな。かかんないかもしれないね。そんなことあります？そんなこともありえるんだよ。この2台並べとくとかっこいいね、やっぱ、うん、僕の中でやっぱ車さ、やっぱ好きだけど完璧なものを残していきたくて、箱スカはさ綺麗に仕上がってるじゃん、はい、もうこれ以上ないくらい新車に近い感じで仕上がってて、はい、これはだから完成度高いからやっぱ残しておきたいんだよ。この2台がさある程度手は加えたけど、でもこうやって見ると途中って感じでしょ、うん、この途中になっててやろうかどうかちょっと悩んでるとこもあるから。でこれ実際やりだすと、例えばねこういうところとかさ錆びてるじゃん、はい、ってことは一回全部剥がして鉄の状態に戻してから再度塗装しなきゃいけなくて、ってなると、うん、まあこれ1台やるのにさやっぱまだプラス300万400万とかかかっちゃうんだよね。でこれも一緒で、外装はパリッと仕上がってるけど、こうやってボンネットを開けた時にわかる？なんか中途半端じゃん、はいはいはい、うん、この状態が嫌なんだよね。この状態が嫌だから手放してもいいのかなって思ってる。じゃあそんな感じで、いい話聞けましたよ。本に関してとか、よかった。また脱サラに関してとかね、うん、具体的な話聞けたのでよかったです。参考になったんじゃないですかね皆さん。本の方は今もう先行で予約の方受け付けてるんで、動画の概要欄の方にリンク貼っておくんで、まだ表紙とかはね、確定はしてないけど一旦仮の表紙で Amazon の方に出てます。 FX
FX に特化した本です。で、前回の一本釣り FX よりさらに深掘りした内容、特に手法の部分とか FX のチャートの見方ね、目線の概念だったり水平線の引き方だったりっていうところをかなり細分化して細かく書いてます、図解付きで。プラスユーザーさんからいただく質問で多いものを質疑応答形式で入れてるんで、これからね FX を学びたい方、あと FX今取り組んでるけどなかなかねうまくいかない人、そういった方にかなり参考にしてもらえる内容になってると思います。ぜひね、リンクの方から申し込んでおいてください。価格も1600円くらい。そうでしたね、うん、投資としては期待値の高い投資になると思います。ぜひフルコンプリートしてほしいなと。以上です。あとこの車今もう売っちゃうんですけど、間に合えばねカーセンサーに出てるかもしれない。どこに出品するとかは言えないけどカーセンサーで出てくると思うんで、まあ、もしこの低走行の 488GTB でカラーもビアンコ富士パールホワイトね、で中が茶系のレーザー、すごくシンプルかつエレガントに仕上がってる車両なんで、こういった488のこういった個体探してる人は探してみて、もう売り切れかもね。確かに、うん、ってことで高評価チャンネル登録お願いします。あとね、動画の概要欄にある LINE 公式登録することで、僕が FX 初心者だった頃こういった学習用コンテンツが欲しかったって本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになってるんで、ぜひそっちも入手してください。で、今 FX のインジケーターの方も開発は進んでて、その案内も LINE 公式の方でやっていくんで必ず追加しておいてください。はい、はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。